Bonjour tout le monde, l'Hexagone TV の最初のビデオへようこそ。今日は Bonjour をきれいに発音できるように説明したいと思います。日本人にとって発音的に結構難しい言葉なので、すぐフランス人みたいに発音できなくても心配しないでください。まずはカタカナの読み方を忘れてください。フランス語はカタカナの読み方と全然仲良くないからです。では始めましょう。第一ポイントはベ。ベを発音するときに絶対に唇が当たる、なので一瞬の発音になります。ベ、これが大事です。なぜかというとベという発音もあります。ベと逆にベをずっと発音できます。ベを発音するときに下の唇に力を入れて上の歯にくっつけます。ベ、気をつけて上の唇には当ててはいけないです。なぜかというとベの発音になっちゃうからですね。ではベとベの発音を比べましょう。ベ、ベ、ビアン、ヴィアン、リブル、リーヴ。第2ポイントはオンという鼻母音です。鼻母音は鼻に抜けた母音です。フランス語では3つありますが、それは今度一緒に別のビデオで習いましょう。今のところはオンだけを説明します。オンはオーと同じですが、鼻に抜けてちゃんと唇を丸めて前に出して発音します。オからオまでの発音、オオン、簡単でしょ。ただし注意してほしいところは一つあります。オンじゃなくてオン、うんという発音をしないでください。完全に母音です。 N というのは綴りのためだけです。第3ポイントはジ。日本語と違ってジじゃなくてジっていうのは柔らかい発音で、舌が口蓋にほぼ当たってるんですけどくっついてない。ジ、発音比べましょう。ジェ、ジェ、ボンジュール、ボンジュール。もう一度、ボンジュール。続いて第4ポイントはウ。オという発音短いですが、オよりも口を閉じて下の口をちょっと持ち上げて、そして唇を丸めて前に出して発音します。ウ、オからウまでの発音、オオ、ボンジュール。最後に R の発音、一番大事なのは舌先を上げないことです。上げたらルという発音になっちゃって誤解になりますよ。フランス語では主に2つの R の発音があります。一つは喉人工を使っている R、 ル。エディト・ピアフまたはジョージ・ブラセンスというフランスの昔の歌手はこの R の発音で有名だった。例えばエディト・ピアフのノー、Rien de rien, non, je ne regrette rien という R の発音。もう一つは喉人工より前で発音されている R、 なので G とほぼ同じところで発音されている。で、今日はもちろんこの R を習いましょう。まずは赤を発音しましょう。力を抜いたらアンガーになるでしょ。で、さらに力を抜くと喉から下の奥がちょっと離れていて狭い空間が生じる。その狭い空間を息が通ったら震えて R の発音になります。発音してみましょう。アー、ラガー、オーヴォー、メッシー、ボンジュール。では今日習ったことをまとめて練習しましょう。ベ、オン、ジ、ウ、ル、ボンジュール。
Bonjour という自然な発音。ぜひこのビデオを何回も見て練習してみてください。このビデオの終わりになりますが、ご覧いただいて merci beaucoup。最初のビデオなのでちょっと緊張したと思うんですけど許してください。で、今度からもいろいろなテーマについてビデオを作りたいと思います。フランス語の文法、発音、会話、表現、またはフランスの旅行とかフランス人との人間関係などなど。で、最後にいいねとチャンネル登録をしていただくといつも嬉しいです。それでは、merci et à très bientôt sur l'Hexagone TV.